はい、皆さんこんにちは。今日もちらちらの時間が始まりました。皆さん、もう素晴らしいゲストが今日はですね、来ていただいております。私の右手に、もう中央に控えていらっしゃいます。声をね、聞いたらもうあーってお分かりかと思うんですけども、ザ・ベストハウス123をはじめ、もうたくさんのお仕事をされている声優であり俳優でもいらっしゃる篠原雅紀さんです。今日はどうもよろしくお願いします。お邪魔します。そしてこちらがプロジェクトアイのもう3回目になりますけれども、神田智子さんにもいらしていただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今日は付き添いでまいりましたのでご紹介していただきます。すごい長年のお友達ということでですね、お越しいただいたんですけど、もう 何からお話しいただきましょう。まずはご紹介からしていただけますでしょうか。そうですね、はい、ベストハウス、もう皆さんご存知の毎週水曜日の10時からですね。そうです。ちょっとやっていただいてよろしいですか。あ、もういきなりフジテレビでいらっしゃいますね、そうです。はい、そのフジテレビのベストハウスの声といえば、いきなりですか。はい、決め台詞のこれだって言っているのが俺だ。すみません、ささやかな、ささやかな。あのこれだの声だね。そうなんですよね。ここはね、そうね、沖縄って日テレ系がないでしょ。あ、そうなんですよ、ないんですよね。ね、はい、家政婦の見た、はい、は沖縄じゃ見れなかったんですか。いや、見れます、見れます。あ、見れた、はい、はい、いやもう去年の秋口は家政婦の見たにやられましてね、本当に。その時は入ってないんですよね。同じ時間帯だったんですよ。いや、もう全国的にはね、はいはい、少し滑らかに喋り出しましたね、はい、どうぞ聞いてください。かしこまりました。篠原さんはずっと声優さんでいらっしゃるんですか。はい、いや、もともとは、もともとは役者でスタートしました。はい、最初役者を志したわけですね、うんうん、それはどういうきっかけで。ね、もともと芝居、小学校も中学校も高校も大学も芝居以外のことでなんか箸にも棒にもかかった試しがないんですね。芝居をやってるとなんか自分の中でこうワクワクしたものがすごくになるっていう、なんか直感的なものがこう積み重なっちゃったんだね。それで大学も途中で辞めて、でプータローやってる頃にもうなんかどん底の時があって、その時にもう一回自分の人生何するかって考えた時に、役者になるか料理人になるか教師になるか、そのくらい3つしか興味がなかったんですもんね。でその中でこう最後にやっぱりもう一度役者っていう、それが残って、選択肢が残って、だったらもうこれしかないなって。だから僕はスタートしたのが遅いんですよ。うん、だから本当にプロの役者を目指したのはね、25歳、もう26にしかいない。それってもやっぱ遅いんですね。あ、遅いですね。ちょうどその頃、まあ、引き合いに出したら申し訳ないですけどね、渡辺謙太は18歳で僕と同じ時にスタートしてるんですよ。違うところですよ、僕と、はいはい、僕の養成所とは違うところ で役所工事がね21ぐらいでスタートしてる。うん、なんか同じ時期に養成所でスタートして、はい、ね、まあそういう日本の名優2人を引き合いに出すあたりが抜け抜けとしょうもないですけど、篠原さんっていうとやっぱりナレーションのイメージが強いんですけども、はい、もう本当に両方同じぐらいのメイトでミュージカルとかもなさってるってお聞きしたんですよ。ミュージカルはね、はい、確かに一切ね出たことはあった。それは今の松本幸四郎さんの、はい、舞台とか。いやいや、もう早くですよ、早くなんだけど、でもその歌だったりとか、はい、だから
その当時はだからね、あの市川染五郎だったんですよ、うん、松本幸四郎さんがこう、はい、前、要するに幸四郎襲名する前だったんでね、うん、でその時に、そうそう公演にもの市川染五郎さんとかね、あの大鳥蘭さんとかご一緒にさせていただいたことありましたよ。そうすると元々はこうやって舞台の役者さんを目指してらしたわけですね、うん、そうです。その篠原さんが どうして声優さんという道に入られるようになったんですか、うん、まあ、両方なんですけど、ね、うん、それはね、僕がね役者をスタートした頃はね、あのなんか古い先輩たちのに言わせるとね、その役者が声だけ切り売りするんじゃねえってこうよく言われてた、あ、うん、でだからなんとか声優っていうのはちょっと役者っていうその、うん、ね、うん、あのポジションからするとね、ちょっと下に見られてるような、うん、その時代はね、うん、その時代はね、うん、ところがその声優が若者の人気の職業のベスト10にずっと入るような職業になっちゃったわけね、うん、みんなそのアニメがやっぱりあの子供の頃からみんな見てる層がもう、うん、もう何十年と続いてるわけでしょ、うん、でもう子供の頃にやっぱりアニメの世界でワクワクしてる子供たちっていうのは、うん、それがずっと生きてるからね、うん、だから結局はそのアニメのそのあのキャラクターをやりたいっていうのは声優さんのが耕されちゃったんだね。でそれで第1期声優時代黄金時代とか第2期声優黄金時代みたいなのが経て、で声優っていうステータスがぐんと上がっちゃったね、うん、で半分あのもう次役者の仕事ってですよ、今度逆に目減りしていくようなところもあって、だからもう声優さんのステータスが上がっちゃったんですよね、うん、でまあ、僕は別にそれに乗って声優をやろうと思ったわけでも何でもないんだけれども、いや何でもなかったんです本当に。で自分からこういうアニメやりたいとかなんとかって、それあのあったんだけれども、それをあの撮るためにあの仕事を探したとか、あのそれの、そのまあ、あの努力をしたとかっていうことではなかったんだけれども、はい、ただナレーションっていう仕事は本当になんかね転機で来ましたね。でナレーターをやってる時にやっぱりそういう風にあの見てくれたりっていうか聞いてくれた人があの振ってくれたのが、はい、鉄拳の、はい、三島和也という、はい、あのもう鉄拳のお話をしたらですね、うん、本当に社内のあのゲーム好きの男子がですね、うん、鉄拳の和也役みたいな、もうすごい反応がありました。僕はね全くゲームやらないんでね、はあ、やらないからそんなにすごい役だってこと全く知らなかった。で鉄拳の 1,2 っていうのが、まあ、あって、はあ、で3で和也が出なかったらしいんだよね、うん、でその和也が成長した和也が4からあの出るっていうことで、はあ、少し老けた方がいいだろうっていうんで、はあはあ、その時の声で、はい、だから鉄拳4っていうところから自分が、はい、うん、そうなんですか、うん、だから鉄拳4からスタートしてるね、はい、でもそれでももう11年ぐらい、うん、やってます。なんか先ほどね、うん、その最初にその口のこの写真を撮って、うんうん、それから映像を合わせていくっていうお話だったんですが、うんうん、少しその辺聞かせていただいていいですか。いやね本当に昔のアニメみたいにこうあのパク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 ねただしてるだけなのにあのセリフをつけるっていうんじゃなくて、ゲームのものすごいリアルでしょ、はい、リアルなんだね。リアルなはずなんだよね。まず僕のこの喋りの映像を撮るんですよ、うん、データとして、はい、でこの口の動きでもってセリフをまず撮って、うん、そこであとその絵をつけるっていうような作り方をする、うん、これがすごいですよね、うん、じゃこの動きを全部予測して、うん、それに合わせてもうね、だから和也は僕の口の動きの絵でをベースにして絵を作ってくれてるクリエイターたちがいるってことなんだよね。光栄なことなんだ。ってことはつまり篠原さんが喋ってらっしゃる顔を和也にしただけみたいなことですよね結局。ああそうそうそう、すごいですね。そういうことなんだよね。だからここの要するに口元の動きっていうのは本当に僕の動きなんだ、うん、だろうね。それにだから合わせるから非常にリアリティがあるっていう、だからそれはね、そういう作り方を知った時にはあすごいなと思ったね。本当ですよね、うん、そんな風に作られてると本当思いませんでした、うん、だからものすごくあの
その絵が先にできてて、はい、それにあの、うん、合わせるっていうんじゃない、うん、あのアフレコっていうんじゃないんだよね、うん、普通はそう思ってますね。そうそうそう、だから映画とかは全部そのあの、洋画なら洋画のタレントのに合わせるわけよね、はい、あの吹き替えっていうのはさ、うん、でもそういうことではなくて、うん、結構だからセリフだけくださいみたいな、セリフでこうセリフも何パターンか作っといて、はい、取っといて、またそれに合わせて、そしてその口の動きのベースでもって、まあ、はい、やっぱりコンピューターいっぱい使えるそのクリエイターたちがいるんだろうね、うん、すごい。すごい入ってくる、ね。うん、すごい、そうで。まあね、鉄拳が面白いのはね、全世界で100万本ぐらい売れてるらしいんですけど、外国で、ゲームやってる子供たちも日本語でやってるんですよ。ああ、すごい、うん。英語の吹き替えとかドイツ語の吹き替えってない。あ、そうなんだ。うん、だから。篠原さん声を聞いて。うん、だからその、まあ、全世界でその。ゲーム上の声は僕の声で、みんな子供たちゲーム、うわー、それもまたなんか すごいですね、なんか嬉しくなりますね、なんかアニメすごいですね、ゲームは特に嬉しくなるよね、はい、それはね、あ、それ聞いた時、あ、そういうのがいいなと思ったね、そういうものにはすごくいいなと思った、そうですね、この前たまたまテレビで外国から来た人が、結局アニメが好きでずっとその声で日本語を覚えたっていう、そのテレビに出てたんですけど、すごいですね、そうやってそこから日本語に入ってくるっていう、ということは篠原さんの声っていうのは本当にこういろんな国の人が聞いてて、ね、アニメの凄さというか、じゃあ今だからそういう意味ではすごくね、その声優さんに憧れる若い人も随分多いかと思うんですけど、声優さんってどんな風に勉強していけばいいんですか。すぐになれるもんではないですよね。今とってもこうなりたい人が多くなってて、うん、声優って言ってもね、声優っていうのはボイスアクターなんだよね。ボイスアクターであれボイスアクトレスなんだから、結局ね、芝居っていうのを分からないと演技はできない。だから声優でも、もう声優学校でも全部その芝居のカリキュラムがあってね、まず芝居を叩き込まれるんですよ、はい、うん、でやっぱりその声っていうのはすごくまあその声だけやればいいっていう演技ではないんだよね、うん、だからもうそうよ、だから例えばマイクがここにあって、それでそので声だけでやるんだけども、その時に動きなんかもうそのすっごい動いたり、こうやってやりながら、うっとあーとか言いながら殴られたり、なんかこんなことになったりとかさ一人芝居をしてるような感じですか、うん、一人芝居だから、もうそれを体ごとやっぱりしないとそういう声にならない、ね、ならないから、結構それだけ見てると異様だよね、こうってやりながら声出してるのかなんかね、一度オカルトのなんかこう映画を撮ってる時に帰ってきて、うんうん、すげえ怖いぞって言ってるの奥様から聞きましたけどみんなでこうやってるわけだ、おおとかあとか、なんでうちのカメさん知ってるの、なんてね、飾らないこと言ったりし、不敬仲間、不敬仲間でした、ね、あなたとは、ね、はい、じゃちょっと一旦切ってまた後から伺いたいと思いますね、はい。